いるじゃん。ここしか。うん。キャプコンがいない。まあ、それ以外の車もあるから関係者なのかな。ねえ。関係者かも。あ、よし、じゃあエレベーターで行こう。はい、こっち側の会場でかー。この11ホールってところでやってますね、今回。ここね、すごいね、ガラス張りね。はい、ペット博幕張り。あ、チラシもあるよ。ちょっと違うんだね、うん、同じかなと思ったけど違かった。行くよ、はい、マウスからのフェイス、よいしょ、はい、おもちゃんファミリーです。はい、今日犬の鳴き声すごいな。すげえんだよ、はい、っていうのは、はい、ペット博、はい、ペット博来ました。はい、ペット博の幕張だね。そうです、すごいぜ。すごいね。あの1月にこれもアップしてるんだけど、うん、パシフィック横浜でペットワークあったんだけど、はい、これが一番大きいっていうことで一応来てみました。はい、まあ、一番大きいのかちょっと定かじゃないんだけど。そうね、なんかウェブだとそんな感じで書いてあった。まあでもそうだね、前回よりかはちょっと3分の1ぐらい広がってんのかな。広がってそうな気がするよね。ね、広いよね。いいね、どっから攻めてこっかね。犬服本舗、着物売ってるね。着物和だね。ね、完全和なイメージだね。夏物だ。ね、夏物大セール。夏物大セールだね。時計？時計だ、普通の。あ、車に貼るステッカーあるよ。ねえねえねえ、こういうのさ、ガラスとかに貼ったらさ、飛び出してるようにちょっと見える。ああ、なるほどね。車のね、ガラスにこれ貼っとけば。そうだよ。あ、お洋服とリードが一緒になってる。うわあ、本当だ、そういうのあるんだ。ねえ、かわいい。かわいいね。あ、しかもそれで2000円なんだけど。安いな。安いよね。あ、おもちゃがいっぱいある。あ、本当だ。あれ、おもちゃももっと安いんだけど、300円とかある。本当だね、イオンよりか安いんじゃない。なんかガラガラしてる音がする、ね、なんか見たことあるな、あれ。なんかやったことありませんか。犬宿です。ちょっとじゃあ並んでみるか。ピンク当たってる人いるじゃん。はい、はい、1個でいいですかね。はい、1個でいいです。お願いします。さあ頼むぞ、ピンク。おい、20% オフ、 20% オフの割引チケットです。そうか、そうか、そうか、 20% オフもらいましたね。はい、 20% オフです、はい、よっしゃ。ここ聞いてみる？聞いてみようか。いいよ。あ、でも、ま、満員って書いてある。あ、ここ人は3時からだ。1時間後。うん。くらいで、しつけグループレッスンですか？グループレッスンは。ブラシ体験会。確かに、なんかベストなブラシに出会ってない気がする。トイレのビニール？このこれはムチ袋。ああ、はいはい。でこれあのこうやって下げてもらってムチしたらこうやって引っ掛けて持ち歩ける。おお、なるほど。はい、でこれカナダの商品なんですけど。便利そう。便利です。匂わないです。
あ、そうなんだ。でカナダの再生プラスチックを利用して、はい、土に還る成分を入れてるんですよ。へえ、なのでこれが大体2年ぐらいで土に還るという感じでメーカーをやってます。すごい、まあ、安全にお使いいただけるそうです。へえ、丈夫なんですけど、あとこれちょっと匂っていただくと、あの匂いがついてます。うん、まあ、石鹸みたい。あ、石鹸のいい香りがする。ありがとうございます。はい、でうんちの匂いは外に漏れないんですけど、ゴミ箱とかにしてる場合はこれが、まあ、ゴミ箱の匂いになったり、はい、いい商品だと。へえ、そのいい商品はいくらぐらい？こういうあのボディシートとか1000ちょっとか。はい、2割引きしてるんで結構安いです。ディスペンサーじゃないタイプはこうやって引き出したりとか。ああ、これね、ティッシュペーパータイプがあるので。はいはい、あとボディシート、へえ、おすすめです。ちょっとこれが気になった。これは多分毛が抜けないほどあるので必要ないと思うんです。必要ない必要ないんだ。毛抜けませんよね。ちょこっと抜けるんですよ。シワワが入ってるんですよ。あ、じゃあちょっと抜けるかもしれないですね。じゃあちょっとこれを毛並みに沿ってこうやってやってもらうと、はい、はい、こうやって抜けます。おお、わあ、でこれはまあワンタッチで、これ今本当にそっとやってるんで、でこうやって引っかかるとですね、無理やり引っ張らないでそーっと引っ張ってあげると、おお、はい、結構抜けるね。抜けるね。ね。すごい。ちょっと気にはなってるけど、うんって顔して嫌がってないので。意外と抜けるね、ももちゃん。ね、抜けるね。これ抜けてる毛しか抜かないので。あ、そうなんだ。あの無理やり抜かないタイプ。じゃあ意外と抜けてるの。抜けてるね、やっぱり。ちょっとつくなって思ってたんだ。あ、これは。チワワちゃん入ってると。そうですね。まあそうか。小型犬サイズで。はい、小型犬。今日2割引きやってるのよかった。うん、なるほど。即決するにはなかなか。いいお値段だね。いいお値段するね。ちょっとぐるって回って考えると、はい、でもいいかもしれない。いいね、ありがとうございます。これは何？なんかすごい集まってるね。あ、マッサージか。あ、へえ、ドッグマッサージか。ダメだ、動画撮影。かわいい、すごい。うわ、トラさんみたいな。ね、逃げたりしないのかな。まあ逃げないか。あ、何の食だろう。今マグロ。マグロ。マグロ。マグロ珍しくない？人間が食べたいね。人間食べたいね。あげちゃって大丈夫？あ、大丈夫。お願いします。わあ、すげえ期待してるもん。食ってる。ちょっと大きいけど平気？大丈夫？大丈夫だね。丸飲みしちゃうよね、もう。お魚とかは結構食べられる。何でも食べます。あ、じゃあ鴨とか、また別の強がもなんですけど。全然多分何でも食べ。何でも食べちゃうんだよね。硬そうですね。ね。でもパリッと簡単に。こんな乾燥するんだ。あ、美味しいんだろうな。すごいね、もう。美味しそうだね。本当に。デザート食べる、マンゴー食べようか。おー、何でもある。マンゴー食べさせたことないの。ないね。ドライフルーツなんですけど。へぇ、おー、全部食べた。これも嫌いじゃないの、好きだ。見てる、もう。めっちゃ見てるね。へぇ、マンゴーもあるんですね。めっちゃ見てる。そうなんです。フルーツ。ジーマも。結構いろんなタイプのフルーツがあって、梨とか。梨梨好きだね。梨大好きだね。なんかやってる？災害救助犬じゃない？ああ、災害救助犬。これさ、キッチンカーでご飯食べながら見れるのはいいね。最高だね。休憩しながら見れるね。うん、キッチンカーも出てんだね、やっぱね。ひき肉の生姜焼き丼超うまそう。え、納豆だ。納豆ふりかけ。栄養野菜とかある。
ステッカーだ。あ、これももそっくり。全然似てねえよ。あ、そう？あ、じゃあ白だね。あ、ほんとだ。ちょっと今日は。ミックスはいなそうだな。ちょっとおしゃれだよね。ああ、ステッカーね。やっぱおやつだよな。運動会、今の時間だとワンちゃん大運動会かな。これか。もなんか広く使ってるの。おもちゃちょっと見たい。あ、見てチーズチョイングだって。これうまそう。買った。うまそうだよね。めっちゃ硬い。バッグがある。ほんとだ、ちっちゃいバッグ。なんかおしゃれな感じだな。すぐに汚れちゃいそう。汚れるな。ももちゃん、汚しちゃいそうだな。かわいいっすね。かわいい。かわいいっすね。めっちゃフリ、ふわふわ、フリフリ。ふわふわ、フリフリ。この帽子もかわいい。こんなのじゃ。かぶれんのかな。さあ。あれ、ここはそこじゃん。あー、リード買ったところ。そうそう、風化ボックスになって。はいはいはい。これいいよね。うん。大型兼用かでもあれば。ちっちゃい。かわいい。首折れないかな。折れないかな。ああいうのいいかもしれない。あー。ちょっとここの余裕がある。もも押さえつけてる。外れない？え、どういうことこれ。どうし、外れないのかな。え、だからここがこうなって、こっちでリードつけるから、まあ、ゆる、うん、引っ張るか特に大丈夫なのか分かんないけど。分かんないね。うん、まあ、でも負担は少なそうだな。あ、これ首なんじゃないの。そうだよ、首だよ。あ、首か。うん、そういうことか。胴体だと思った。違う違う。首大丈夫かな。ももちゃん結構勢いよく走るからさ、なんか制御効かない子はさ、首の方がさ落ち着くんじゃないかって、制御ができるんじゃないかっていうさ、へえ、説があるから。かわいいね。でもチェーンか、なんか首にするのは抵抗あるんですよね。嫌なの。はい、続いて豚の耳。あ、硬い。豚の耳って硬いんだね。ペットカートが9800円になってる。あ、同じ？違うよ。ちょっと違うか。あ、同じか。似てるかも。似てるな。似てるな。あ、これは。これお散歩ボタン連呼されてたら辛くない？これでもももちゃんの力じゃ押せないかも。お散歩、お散歩、いけるか。お散歩。飼い主さんの声で録音ができます。あ、そうなんだ。なんか飼い主さんの声なのでまた覚えるのも早いと思います。へえ。なんか YouTube でこれいっぱい使ってると。あ、なんか聞きますよね。すごい。一つずつ覚えさせていくと、なんかちょっとお話が二言くらいできると楽しいですよね。確かに。お散歩もパパとお散歩とか言われたりとかしたら、ああ、ね、もうそしたら、いやもう怖いわ。怖いやだろお前、夜な夜なそれ押されてたら怖いだろ。パパお散歩夜中にね。そう、夜中にそれずっと連呼されてたら怖くて俺寝れないよ。か
確かに。誰見てて怖いなと思ってんだよ、いつも。そうなんだ。そうだよ。まあでも、なんか一個覚えてくれるとラージーくんね。うん。お水。お水、そう、お水とかね。トイレとか。うん。あ、足のマッサージあるじゃないですか。別に疲れてないよ、足まで。これからだよ。あ、結構パリパリ言うんだ。パリパリ言う。こういうリードさ、このももちゃんに合うやつ。でも両方欲しいの。リード欲しいの？あ、こういうやつね。こういう系？安い、2000円だ。アクリル入ってないんで多分着やすいと思います。はい、ハーネス試着します。どうこれ？いいかもしれない。おしゃれかな。どうかな。こうか。これね、リボンがついてて黒で、ワンポイント。かわいいな。そうそう。これはね、お出かけ用で、お散歩用がもうボロボロになってきちゃったから。お散歩用ボロボロだね。そう。うん。ああ、良さそうですね。うん。で、調整もできるから。ああ、できるね。あ、いいじゃん。見た感じも、ああ、良さそう。全然悪くない。ああ、悪くない。いいじゃん。全然合う。ナチュラルだね。え、今日も大丈夫じゃん。今日もまあ大丈夫。いいじゃん。ね。全然お出かけ用でも良くないこれ。まあ、お出かけ用もあり。いいじゃん。これ買おうか。じゃあ買いましょう。1000円なのかな。定価半額以下1000円。1000円って書いてある。全部、半額全部1000円ですか。おー、安い。定価3000とか3500ぐらい。かわいいもん。ちょっとね、カタログから入れ替えで、ちょうどこれなんかは最近カタログの入れ替えで購入だったんで。そうなんだ。じゃあこれください。ありがとうございます。1000です。はい。すごい、良かった。はい、購入しました。1000円。だって普通に買ったって1000円じゃ買えないもんね。3000円ぐらいするって言ってたよ。商品入れ替えの時期。あ、うん、あの普通にイオンとかでさ、今まで買ったやつとか。いや、イオンじゃ買えないね。はい、買いました。このままどうぞ。はい、このままで行きます。さ、ハンナさんに遊びに行こう。おっと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 、毎回来るけどって言われたらやだ。あの帽子がさ、なかったじゃん今まで。帽子よ。あ、ありがとう。こんなに来てくださって。あ、これが帽子。耳も出るんだ。耳出ます。なんでぐるぐるしても落ちないです。ももがつけられるかどうかだよね。ちょっとそうですね、試着を。帽子、こんにちは。ここでありがとうございます。こちらありがとうございます。帽子、あ、いっぱいある。やっぱデニムかな。え、あのさ、こっちかなと思って。これのさ、リボンがついてないやつが。あ、そのリボンはカスタムでつけてるんで、取れます。あ、はい、そうなんだ。なしでもいけます。だからでかくないんだってことじゃん。いや、だからサイズが。じゃあこれか。サイズがね、うん、何色がいいですか。この柄がいいかなと思って。これ、インスタに上がってた。あ、それが可愛いっていうやつ。いや、帽子を目当てに来たんだけど。帽子か。なんでみんな帽子が出ることを知っていたんだみたいなこと知りました。インスタ見ました。インスタで、あれ、帽子が乗ってるぞって乗ってるぞ。可愛いじゃん。ぴったりじゃん。可愛いけど。可愛い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 ね。可愛いです。かわいいけど、ね、ちょっといいおでこの毛が長いけどね。ちょっとカットすればいいか。カットしてもらってね、似合うようにしてもらえば。ああ、かわいい。もちゃんかわいい。かわいいよ。もうかわいい。気づいてる。何も若干違和感には感じてる。そうだね。何これ。知らない人に抱っこされたことの方が違和感かもしれない。でもこの間も抱っこしまったもんね。大丈夫か。大丈夫だよね。震えてる。すげえ震えてるけど。帰りたいです。あー、なるほど。いいじゃん。まあ似合うね。似合うね。ももちゃん、ももももはい、どうかな。
はい、ももちゃん、どうですかね。買う？白。白。はい。買いますか。もう買うか。じゃあ帽子買いましょう。白。はい、白で。白で。うん？タグ切っていきますか。あ、つけていきますか。いいね。あ、じゃあ。はい。じゃあそうします。はい。ももちゃん。袋ももらった。かわいいな。かわいいな、もも。見えないよ。監督。帽子新鮮だな。もも。顔が見えないんだけど。顔が見えなくなった。顔見えないね。だからさ、帽子がさ、前からすごい可愛い。うん。ここね。うちはハンナさんで統一しちゃったな。北海道産ヤギミルク。ヤギミルクの順番待ち、ももちゃん。いちご味。いちご味。はい、ヤギミルクだよ。うまそう。ヤギミルク大好きだもんな。ね、一瞬だね。一瞬だ。はい、一瞬で飲みました。よいしょ。あ、ほら、やっぱりさ、これはこういう風に緩くなるんだ。硬っ。ね。これもまあ使いやすそうっちゃ使いやすい。そうね。意外と硬いんだ。ももちゃんがね、前髪がね、あるからね、なんか困った顔してるよ、ね、困った顔。目尻が下がって見えるね。そうだね。なんか、夏だな。ね、かわいいやん。ももちゃん。わあ、これはがっついたね。ちょっとちょっとちょっと。なんか皮はあのもし大きいこのちょっと心配だったらこうこういう風にあの切ってもらって。もちろんこのまま丸ごと食べれそうですけどね。中はサクサクなんで。そうなんだ。もうさっきからもうこういう風にサクサクの。いい音。そう、いい音なんですよ。丸ごと食べてみてね。はい、ありがとうございます。一軒家の方、粗品差し上げます。粗品差し上げます。粗品って何ですか？これ？テーブルの上から好きなのを選んでもらえれば。一軒家ですよ。お、何でも、なんか一つもらってってください。マジっすか？はい。あ、太陽光？太陽光のチラシの宣伝で。あ、太陽光か。そう、なんで一軒家なんですよ。なるほど。お好きなのどうぞ。私はクロミちゃんですわ。あ、クロミちゃん。私はクロミちゃんですわ。何なのこれ。あ、ウェットティッシュ。はい、これ除菌って入ってるやつ、アルコールが入ってるやつ。アルコールは入ってないですね。最高ですね。うん。香料、着色料見てんか。あ、じゃあもうクロミちゃんで。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、飼い主さん。飼い主さんだったらぜひこれを挑戦してください。はい、犬検定と書いて飼い主検定と呼びます。ねえ、何でしょう。飼い主の皆さんだったら、ああ、災害時？飼い主さん、うん、例えばね、飼い主の方が覚えておいてほしいワンちゃんのことは全部入ってます。飼い主さんとしてワンちゃんのことはもちろんよくご存知ですよね。全然わかんないです。例えばこの子の平熱は？平熱は知らないです、うん、でも人間だったら、ね、熱が高い日があるじゃないですか。だからその後基本を知っておいてくださいっていうのをまとめたんですね。ぜひこうちょっとチャレンジして、ね、自分が今どこにいるのかって分かるじゃないですか。ももちゃんの平熱何度なの？8度5分ぐらい。お尻からこう検温するやつですか？うん、あ、まあ、っていうか、まあ、これは学術的に私たちはこれ、うん、犬の平熱は何度なのとか視力はどのくらいですかとか、要はワンちゃんのことを飼い主さんとして本当は知っておいてほしいことってあるじゃないですか。あ、まあ、さっきの防災時の全然知らないな、ね、知らない。同行避難で今何が大事か。9月29日オンライン。あ、オンラインなんだ。オンラインで応募しますから。ぜひチェックして、あのね、すごいね。
栄養価は会員さんみんな実はこれを取っといてほしいんですね、そうじゃないと買っちゃいけないぐらいにして、でこれテキストなんです。これが2000円で買えます。でこのテキストの目次を見てもらうと分かるんですけど、犬の歴史とかどんな動物とか、犬検定だってなるほどね、最低限の知識ないからね。おもたんかわいいねねえ、かわいいね。これはうちの子ぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみ、あ、なんか見たことある。ええやん。除菌？これ冷えるんだろうな。ね。冷たくて気持ちいいのか。うん、盛り上がってんな。まあ、大運動会だね。ねえ。カプチーノ。クリームになってて、ヤギミルク使ってホイップクリーム。あ、ホイップクリーム。はい。海外に行くとスターバックスとかで、あの裏メニューでワンちゃんの専用で生クリームあるんですか。はい。へえ。日本は浸透はしてないんですけど、海外だとそうやってて。あ、そうなんだ。はい。ご試食できるんでよかったらもう一つ。ヤギミルクとオリゴ糖もあるので、あのお腹にも優しくて。まあ、甘さ控えめで、アレルギーとかなかったら多分大丈夫。はい、ヤギミルク大好きなんで。あ、大丈夫です。じゃあ、はい、ぜひご試食1個だけ。はい、はい、人間も舐められるんで一回。あ、そうなんだ。さん一回舐めて確認してから500円だ。このワンコインっていうのはこちらの今ご試食されるんですけど、買うってなったらこれにこんぐらいまで入れて、はい、ワンコインで販売します。結構多いっちゃ多いですね。結構多いんですけど、やっぱクリームなのですぐ、いただけるすごい。あ、ご試食ですね、こちら、はい、思ったよりかクリームね。ね、すごいね。全然人間でも舐められる。甘めです。あ、いや、甘さ控えめです。ごめんなさい。自分も。いや、わかんねえ味めちゃめちゃ薄いですよね。うん、薄い、薄い。ちょっと舐めてみて。あ、本当だ、薄いね。ね、うん、え、いきますか。食べれるか。いいですか。食べれるか。はい、はい、めっちゃ食いついてる早い。あ、好きだな。これはもう大好きだね。でもヤギミルク好きな子は結構、そのもうすぐ食べ終わっちゃう。ヤギミルク大好きです。もうないよないよ。いや、これ好きだな。ないよ、まだカプチーノ自体は日本には浸透してないんですけど、海外だと。おやつに、ワンちゃんのおやつに、まあ、あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。よし、次ここ。製品開発。シェパードだと便が緩いんだ。へぇ。シェパードだと便が硬い。硬い。ももちゃん硬いもんね。吸っていただいてもよろしいですか。はい。なんか変わってる。Cか。Cか。ありがとうございます。よくはなさそうだぞ。はい。こちらお持ちいただきまして、はい、景品交換カウンターへお越しください。はい。はい。よし。ワンちゃんです。はい、でかっ。でかいな。はい、ありがとうございます。 B 賞とか A 賞だったらこの大きいやつ、ね、ここのでかいっすね、これは。これは何賞ですか。こちらが B 賞になります。 B 賞？ B 賞？マスキングテープ。そうなんだ。じゃあ災害用だな、これ。そうだね、災害用にちょっと取っとこう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ロイヤルカナンでした。はい、そうだね、いいね。はい、いいですね。ね、このハナさんの袋もいいね。ねえ、やばい、もうやばい、前が見え前見えない、前が見えてない。かわいい。わお、かわいいね。じゃあやばい。いいですね。ねえ、よかった。
かわいいね。ちょうど今すいて。やったー。ウッドダイビング。これは何？手書きや、ね。手書きの油絵なんですよ。まあ、想像できる。便利なので。手書きなんだ、これすごい。これはすごい。写真から写真を元に、ね。あ、そう。写真がある。こっからこれができるの。めっちゃすごいよ。フォローして、はい、ガンバレをつけてここで撮った写真を。でもね、締め切りがまだ先 はい、あるのでゆっくり選んでいただいて。あ、はいはいはい、すぐすぐ。ママ。2回分ぐらいの。気がついたらサンプルもらってるんだ。ありがとうございます。温泉成分が入ったね、シャンプーとコンディショナーだって。すごいじゃないか。ね。温泉だって。ちょっと試してみよう。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ここは何だ。お口の健康チェック。お口の健康で、はい、赤ちゃんのお口の中の歯周病菌であったり、口臭病菌、はい、チェックの病気。ああ。ワンちゃんおいくつ？6歳で。6歳。お口臭い時あるもんね。うん。ワンちゃんも1歳半を過ぎた頃から、この歯周病菌とか口臭病菌、増えてくるって言われてるんですよ。はい、アチュールだ。アチュールです。1匹ですか、ワンちゃんは。1匹です。じゃあ3本どうぞ。おお。ありがとうございます。全部来た。今チュールもらってくれた方にワンちゃんグッズもう1個配ってたので、これだけもらっちゃってください。うわ、なんだなんだ、はい、あれ、水か。水だな。水使ってました？いや、チュでは使ってないかな。本当ですか。あの、初めてワンちゃんと一緒に飲める使えるサーバー出たんですよ。あ、今まではダメだったんだ。前々飲んじゃダメだったんですよ。あ、そうなんですか。なんでですか。あの、ミネラルがたくさんあるとワンちゃん石できちゃうんですよ、中の中に。そう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 。でも初めてワンちゃんも一緒にお水飲めちゃうよっていうやつが出て、そう。なんかあそこの災害救助のところなんか売ってるのかな。見てみます。多分これでもうほぼぐるっと回った感じですよ。ここで無理にさせられないので。みんなおとなしいワンちゃんが多かったな。お、お、すごい。まあ、一応見るもん見て買うもんは買ったかな。今日はハーネスと帽子だな、じゃん。はい、買いました。こんなもんかな。はい、こんなもんですね。ヘッド博幕張、また今回も楽しかったですね。まあ、毎回行くたびにハンナさんで買い物してるよ。はい、まあ、最近覚えていただいてね。そうね。再入場しないでしょ。はい、じゃあ帰るからね。ももちゃん帽子かぶりましたね。さあ、これからが本番だよ。帽子かぶってお外出て、帽子使いこなせるかな。今ね、かぶせるのすごい大変だった。よし、じゃあちょっと降りて暗用してみよう。はい、はい、お、日陰ができてる気がする、顔に。いいね。あ、日陰できてるじゃん、顔。いいじゃん。いいじゃん。面白かった。いいね。どうだったかい、今日のペット博。もう最高ですね。最高でした。この子、グレードアップしました。グレードアップしたね。帽子、帽子ね、もともと欲しいってずっと言ってたからね。そうそうそう。よかったね。よかった。と、あとは、ハーネスか。はい、これね。はい、ハーネスさん。はい。はい。いいね、これね。1000円、これは安いよね。これなんか、メーカー書いてないね。ね。ここに書いてあるけど、ちょっとわかんない。まあ、安いから、いいでしょう、うん。うん。じゃあ、あとはもうこのまま帰るだけですね。はい。一旦これで終わりますよ。はーい。はい。じゃあ、そういうことで。はい。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価。コメントなどお待ちしております。お待ちしてます。はーい。行くぞー。